日本関東地方神奈川県横浜市中区日本大通日本大通は横浜市中区の町名及び道路日本初の西洋式街路とされている横浜市中心部の管内地区にあり神奈川県庁などが位置する館町街となっている住居表示は未実施。郵便番号は231-0021菊池道路環境省などを受賞している北東から 南西方向に、やや長い長方形の長域を持ち、面積は0.096平方キロメートル。中央は北東南西に日本大通り、北西南東に本町通りが貫き、港郵便局前交差点で交わる。北東は、海岸通りを挟んで海岸通り、南東は、大山橋通りを挟んで、山下町、南西は、横浜公園、北東は、港大通りを挟んで、 元浜城、北中通り、本町、南中通、弁天通、大田町、相生町に接する。港郵便局前交差点の北は、キングの塔の別名を持つ神奈川県庁本庁舎。東は、横浜港郵便局や横浜海港資料館、県庁分庁舎。南は、中区役所や横浜情報文化センター、神奈川県住宅供給公社。 朝日新聞社横浜総局、西は横浜地方検察庁、横浜地方裁判所、横浜簡易裁判所や日本銀行、横浜支店などが一致する。本町通り地下には港未来線が通り、日本大通り駅が設けられている。2000年の国勢調査では住民は一人であったが、オフィスビル跡にマンションが建つ。かつての倉木国横浜村の一部にあたる。 1859年の横浜港開港の際に外国人居留地となったが当初は町名が設けられなかった。1866年の大化を契機に外国人側は居留地の拡張、拡充を要求、横浜居留地改造及び競馬場墓地投役所が定められ大規模な区画整理が行われた。1870年に 横浜公園と象の花鳩場を結ぶ街路が完成。この通りは1875年に日本大通りと名付けられる。1879年に外国人居留地に町名が設けられ、当地は通りの名を取って日本大通と名付けられた。1889年の市政志向に際して日本大通りが設置された。1899年7月24日に、 山下町に統合され、山下町技日本大通となったが、1928年9月1日に、境町全域と山下町、本町の一部から改めて、日本大通が新設された。イギリス人建築家、リチャード・ブラントンの設計により、1870年に日本初の西洋式街路として、ほぼ完成した。当時は、歩道3メートル、 植樹体9メートルを含む36メートルの福音を持ち、横浜のメインストリートの役割を果たした。下水道と一体で整備され、マカダム補装された日本大通りは近代都市計画の行使と評されることもあるが、横浜居留地改造及び競馬場草地投役所に火災を防がんためとあるように、当初は都市景観のためではなく、 避暑地、防火体としての機能と日本人街とのゾーニングのために設計された広工事の一種と考えられる。関東大震災の復興事業により福音が削られ、植樹体は銀南並木に変えられたが、2002年の再整備により完成当時に近い規模に復元された。港郵便局前交差点と開港資料館前、交差点の間は、 国道133号の一部となっており、それ以外の区間は横浜市道日本大通となっている。2007年に国の登録記念物に登録された。現在の銀南並木は関東大震災後の復興事業で整備されたものである。歩道部はオープンカフェのスペースとして利用されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。日本語通りに関するカテゴリー。ありがとうございます。